東大生ママとフリッターママの描こそチャンネル。なんで宿題しないといけないの？第2弾。改めまして皆さんこんにちは、子供は現役東大生と看護師ののっこです。はい、皆さんこんにちは。子供はフリーターと高校1年生のともです。この番組では笑顔で子育てしていけるような情報をいろいろお届けしています。はい、ということでですね、前回はね、宿題、一郎さんのね、そう、宿題ってなんでしなきゃいけないのっていうのでね、やっぱりね、まあ訓練というかさ、大人になっていく基礎というかさ、っていう話をしてたけどね、第2弾で今日はまたその続きだよね。そうそう、他にも意味あるかなっていうところなんでしょ。あのね、そう思い出したのね、宿題なんでやるかっていうね。で、その一郎さんのビデオの中で、学校で勉強した上にね、まだなんで宿題せなあかんのですかっていう、それと質問で思い出してんけど、私たちさ、英会話ね、の先生でもあるやんか、その英語教室でね、あったやん。とにかくね、人間は忘れるも生き物だから、ね、7回忘れてね、覚えるっていう、そういうフレーズがあったよね。私たちやってたね、英会話スクールでね、とにかくもう忘れるんです。で、7回忘れてやっとね、8回で目で覚えるんですよ、みたいなね、まあ、説があると。うん。で、とにかく繰り返しやることで定着していって、定着していくことが、まあ、なんていうの、学力っていうか力になっていくっていう。ことでね、一回でパッと覚えれたらそりゃいいですけど、宿題の意味は学校で習ったことを、はい、これやりましたよねっていう復習っていう意味もね、あるんかなと。私もおことの時ね、レッスンで習ったお稽古でしたことを、やっぱり家帰ってすぐにやったりとか、翌日にやったりとか、繰り返しやるようにしてる。1日5時間とかよりも短い時間でとにかく毎日定着させていくっていうね、ことが大事なので、宿題はその定着の意味もあるよなと、いうふうに思ってる。うん、ね、英語を教えててどう？だってやっぱり一発では英単語も覚えられないしね、繰り返しを、で7回ね、覚えて忘れて繰り返すっていうけれども、まあ若い子たちだったらそこまでじゃなくても覚えられるかもしれないけど、やっぱりね、繰り返しやらないと進出単語とか漢字にしても新しいものは覚えられないよね。一旦忘れて、でまた思い出してっていうことを何回か繰り返す中で、本当になんか深い記憶のね、長期記憶になっていくっていうところで、その繰り返しのための宿題っていうとテンション下がるけど、なんかやっぱり繰り返しやってるっていうことは宿題みたいなもんでさ、自分が覚えたいから何回もやってる、自ら課してると宿題っていう感じはしないんやろうけど、やらされてるから宿題っていうけど、日々私たちやってるはず、みんな、なんかゲームでもやってるはず、何回もやらへんかったら雑魚キャラもね、倒されへんもんね、普通のゲームでもね、だから繰り返しやって強くなるから、その繰り返しよね、ただの宿題っていうか復習。だ、問題は復習じゃなくて、今やったことのないところが宿題になってるのは問題やとは思う。学校でね、今はもう本当に復習、まあ、復習ちゃうくて予習を確認の時は、ね、歴史上こんなことなかったよねっていう、それはね、ちょっとかわいそうだよ。そこはね、今の子たちは宿題が嫌っていうのの分かるよ。だって分からないことをやるのは難しいもん、習ってないことをね、まあそれはね、スキップして先生に聞けばいいと思う。そこは今イレギュラー、コロナだからね。まあね、まあ私もね、本当にコロナ禍でお仕事がね、忙しくなった珍しい業種におるんだけど、ね、学校が休みだけど学童はあるって言ってた。まあ、お子さん放課後お預かりするとか、学校がない時にお預かりするようなところでお仕事してて、今ね、学校も始まったけど、学童はずっと、まあ、ずっとあると、
で、宿題とか勉強とか子供さんのを見てるとあら大変っていう感じ。あ、そう、ね、あら大変。そのコロナで学校がお休みだった時間の期間の、まあ、学習がなんていうか後押しくれ、うん、その期間のを、まあ、取り戻さなあかん、うん、プラス 3、4ヶ月止まってるもん ね、うん、その期間プラスその間に、うん、まあ、その前にやってることをその3ヶ月でコツコツ宿題が毎日学校の宿題が出てたらね、それを定着させてなあかんはずのその定着期間がない抜けてるから、うん、例えば3年生やったら2年生のことが定着できてなくて、今の新しいこともまあ入ってけえへん上に過去のことも忘れちゃってて、結構その3ヶ月ロスじゃなくてもう半年1年ロスぐらいな学力になってるなっていう、ちょっとだけあらこれやばいんじゃないかっていうのが見える、うん、そうやね、その訓練よね。だから筋トレと一緒でさ、筋肉落ちちゃったっていう状態になってるわけでしょ。新しい筋肉をつける以前に基礎の筋力が落ちてるってことでしょ、うん、もう一回もっともっと初歩的な筋肉つけるとこから始まらないと強い 筋トレできないとこになってるってことでしょ。そうそう、そやから今焦って新しいことをね、あ、3ヶ月間抜けちゃったからって3ヶ月間のことをバーッとこうやるよりもまず1回もう1年前に戻って定着を確認していこうっていうような感じ。なんかね、うん、割とかなりぽっかり穴が開いたような感じで、あれこれ忘れちゃってるっていうような、そのやっぱり3ヶ月の学校がなかった間定着が抜けてるから、宿題が抜けてるから、そうだね、定着ができてない、その前のものがほら結構なんかさ、そうだね、うん、ダイエットでも何でもそうだけどさ、何でもそうだけど落ちる時ってめっちゃ落ちるの早いけど、うん、こう登るのはきついのよね、うん、だからそこよね、あのコツコツやってきたのをガーン落ちたところから上げるのってまたさ心身ともにきついもんね。で淡々とやってたところが積み重ねの学力学問はちょっときついね。だってさ多分英語にしても何にしても3ヶ月から4ヶ月あんまり触れてないとか言ったらドーンと落ちるもんね。うん、そう、てか、まあ、別に大したことちゃうねんよ。淡々とやってるっていうのはしんどくはないねんよ。でもこれやめたら落ちたとこからもっと戻んのがきついね。うん、おことでもピアノでもそうやと思う。もう指が動かなくなる。そんなん絶対無理やわ。3、4ヶ月弾かなかってみ、多分もうゼロ元の状態に戻るのが指がもうダメでしょ、うん、3ヶ月やってなかったじゃなくて、うん、もうねゼロからなのから。そうね、1日5分でも弾いてた3ヶ月と、そう、そう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 、違ってくるんだよね。それがまあ勉強に出ちゃうってことやろうね、うん、やってた奥さんは全然問題ないのよ、コツコツね。そうやね。ちゃんと、まあ、1日5分でも、うん、淡々と復習、うんうんうん、予習復習やってたら全然問題ないんだけど、やっぱり、ちょっと何もやってなかったと。必要最低限の学校の宿題をとりあえず、シャシャッとこなしてたっていう、お子さんが、まあ、多いと思うんだけど、ちょっとしたことね、ちょっとした、例えば3年生やったら、2年生で習うはずの掛け算、ちょっと怪しいとか、うん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 、7の段とかちょっと難しいところ怪しいとか、うんうんうん、なんかちょっと苦手なようなところ、うんうん、時計とか、うんうん、ね、時速とか、うん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 、そういうところ の、うん、換算っていうのかな、うんうんうん、そうなのが、うん、やり慣れてたら全然定着していくんやけど、うん、あれ 1時間って何分やったっけみたいな、うんうん、そんなんとか、うんうん、1年生2年生でも1年生は習ったばっかりが、うん、2年生でもちょっとした足し算 の繰り上がりとか繰り下がりの足し算なんかも10-7とかそういうのが怪しくなってる、うん、2年生でね、
そうだよね、うん、だからもうものすごい差が開いちゃうと思う。例えばそこをちゃんと公文式に行ってるとか、うん、で 学級行ってるとか、うん、ちゃんとやってる子たち、そう日々の訓練やってる子たちと、うん、やらなかった子たちの差がもうが、もうぐわー開いていくよこれから。そうで学校は、うん、とにかく1年のカリクラムをこなさないかんから、いや多分文科省に決められてるやつね、ファーッとやっていく、落ちこぼれてる子たちはもうどんどんでしょ、うん、でそう、まあ、普段からやってる子はもう普通に、ね、全然問題ないんだけど、だからこれは先生たちはそこまで見てられへん。そう見られへんよ。30人も40人もいる子どもたちにね、うん、アベレージに合わせていくから、うん、いや置いてきぼりやね、うん、で家ではね、いや学校休みやったからちゃんと やってくれない、学校どうなってるんですかって言いたくなる気持ちもわかるけど、うん、もう学校の先生は手一杯そんなとこまでやってくれへんから、やっぱりね、うん、小学生をお持ちのご家庭、特に低学年をお持ちのご家庭はしっかり家で復習、本当に簡単なところからやってあげた方がいいなと思う、うん、まあそれがさ、今家庭に丸投げ状態になっててさ、うん、お母さんも働いてたりするともうね、もう家庭に丸投げされても本当困ってる、もうみんながね困ってる、先生も困る、親も困る、子供も困る、子供も一番困るの、一番しんどいやん、うん、自分が、そう、誰もハッピーじゃなくて、うん、まあ、子供のためを考えて、うん、もうね、それが一番やねんけど、子供のためよりも先生はまず自分がやらなあかんことがあるっていう、うん、子供目線じゃないよね、うん、まずね、うんうん、まあ親もね子供にかかってあげたいけど、もう生活するために仕事に行かなきゃいけないっていうのもあるやろうしさ、うん、余裕がないのもね、だから今、うん、本当に辛いよね。そうよ。ほんで、まあ、特に低学年って言ったけど、高学年になったら高学年は高学年で少数の計算がねちょっと怪しかったな、少数点の ね、うん、100引く例えば 1.9 みたいなのをね、100の0のところに 1.9 と1のぐらいを揃えなあかんやん、うん、そういうのが、うん、ちょっとなんていうかねずれちゃって 100-19 みたいな書いちゃって、で答えがね 100-1.9 やから 100 から1ぐらい減るだけやん。そうやね、だから大体ね、大方大体予想って99の、うんうん、それがその出た答えがトンチンカンでもなんか違和感がないのよね、そのなんか数字的感覚っていうのもないお子さんがとっても多い、うんうん、まあね、日々の生活でね大人になっていけばね、そこはある程度はね、うんうんうん、ね、100万円がね1万円でリアルになったら分かるやろうけど、うん、今なんかね、うん、そう、でもそういう基礎的なところが今ね大事なところがおろそかになっていくと、今後しんどくなってくるやん勉強が、うん、そうね、うん、やっぱりちょっと戻ってやっていかなきゃいけないだろうね、うん、そう、うん、まあでも本当学校もそう、家も忙しい、もうどうやってたらいいんやろうね本当にかわいそうだよね。でまた冬になったら来るやん、どうせまた、うん、第2波が学校休みになるやん、きっと、うん、だからさ本当に重要さ、ね、うん、もう1年なかったことにしてさ、もう来年9月入学とかも本当にありやと思うわ、もう、うん、1年なかったぐらいにしないと学力がさ、うん、ね、いろいろ問題はあるやろうけど、ね、分からんとこが出てくるともう勉強が嫌になる、学校が嫌になるっていう、うん、みんなそうよ、みんなそうよ、ね、うん、だからもう本当にリアルにちょっと厳しくなってくるだろうね。これでもう秋冬で同じように、またコロナにやられてしまったら、まあアウトやね。どうなるか分かんないけどね。なんか、ね、うん、しょうがないけどね。だからやっぱり宿題じゃないけど、訓練、基礎トレは大事よね。うん、どんどん筋肉、うん、頭の脳のね、筋肉が弱っていくじゃん、うん、使わないと、うんうん、だからそこはね、いや勉強言いたくないんやけど、これはもうね、なんかこう
分かんないっていうところは戻ってやっといた方がいいよね。新しいとこはね、うん、できてなくてもいいと思うんだ、うん、もうしょうがない、うんうん、だけど過去のやつに関しては習ってきたとこまでは再確認しとく必要性はあるよね。それ決して難しいことは、ね、できなくていいのしやけど、習ったことは習ったことは理解してできるようにしとくだけでいいと思う、先のことはやってないから、うん、いやそこは難しいと思うんだ。親が教えるっつっても限界あるしさ、うん、今までやった前の学年のこととかは復習しといた方がいいよね。ね、それどれぐらいできてて、うん、どれぐらいできてないってなかなかね把握できにくいと思うんだけど、うん、ちょっと本当にオツで、うんうん、クイズ的に、うんね、本当に5分でいいから一緒にこの問題やってみようとか、ちょっとクイズ出していいみたいな感じで、うん、どういうところができてないとかできてるとか、うん、ちょっとね、まあ、できてる、うん、できてないってところがあったらあかんけど、うんうん、前の学年のことは大体分かってないと次ちょっと進むのは難しいよね。もうタタタッと進んでいこうから、うん、かなり戻っとかないともう基礎体力が落ちちゃってるから勉強の、うんうん、そこはねちょっと取り戻しといた方がいいよね。弱ってるのね、もうほんまに取り戻すの大変だよね。倍の努力いるからね、落ちちゃったら ね、だからコンスタントにやっとく方が結局は楽なんよね。うん、うん、そうっていうことも学べるとは思うよ、子供たちもね。ああ、やっぱりそこから、こんなに分かんなくなっちゃうから、やっぱコツコツ宿題やっとくって大事なんやなって自分から気づく子もいるかもしれないし。うん。うん、ね。これもすべて。うん。ある意味ね。まあコロナがなければこんなことは何もなかったんだけどもね。うん。うん、ね、まあ、新しい気づきをね。そう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 。うん、まあ何のために勉強するとか考えるのにもいい機会だったんじゃない、ね、今までバーン走ってたけど、うん、みんなね改めて勉強ってなんでとかさ、宿題ってなんで、うん、と考えるもんね今ね。そうで、まさか学校が休みになるとかね思わないからね学校任せではやっぱりね、うん、そうだから、うん、あかんね、完全任せではね、うん、うん、そう、学校って必要なんかなとか、そこまでね、うん、なんで学校に行かなきゃいけないのとか、そういうふうになって言ってるからね、うん、子供たちね、うん。うん。じゃあもうオンラインでいいんじゃないとかさ。うん。そんな中でさ、いろいろ考える機会をもらってると思うわ。うん。親子でね、これからの教育ってね。うん、まあオンラインも、オンライン化も進んでいくやろうけどさ。うん。もう時代に合わせるしかないじゃん、ブーブー言ったってさ。もうこうなっちゃったんだもん。うん、そうね。諦めよ、みんな。諦めて妥協力これね、合わせてウィズコロナでコロナちゃんと一緒に、うん、まあもう学習できるね、ありがたさ喜びっていうのもあるよ。普通に学校行けてたってありがたいよね、うん、で勉強できるって、うん、コロナに死ぬこと言うたらなんかありがたいや、そんな勉強できるとかいうの、うん、ゴージャスやで、なんかこう、うん、なんか戦争のね、ほんと中東かなんかのこうね、難民からしたらさ、本当はね、うん、学べるとか言って超贅沢やんか。そうや、うん、そやからのテキストはあってな、 そうやで、そんななってな、もう勉強したくてしょうがないってね、もうないものねだりやから、うん、やれないってなったらやりたなんだ、うん、やれ言われたらやりたくなくなるねえ、うん、そういうありがたみもさ思い出しつつさ、うん、もうこれはコロナに合わせていくしかないから、うん、だやけど困らん程度にやっぱりね、うん、一郎さんじゃないけどさ、コツコツちょっと、そうそう、筋トレは頭の筋トレしとくべきよ、うん、みんな、うん、うん、その方がコロナウィズコロナの後さ、アフターコロナ楽よ。サボっても多分ね、えらい大変なことになるよ、うん、やっぱり。そう、そこを乗り切り、コツコツやってた人は生き残るよね、うん、お仕事にしても勉強にしてもね、うん、ここでサボっちゃってる人はちょっとアフターコロナ厳しいなると思う、うん、うん、っていうのも一つの理由やね。コツコツやっとくっていう そうね。大人も子供もやね。大人もやで、うん、大人もね。まあもう本当に天才以外はやっぱりコツコツね、する以外力ついていかないから。だってね、世の中の成功者ってね、めっちゃコツコツやっとるからね。そうやね。結局努力どれぐらい、で、どれぐらい努力できるかが実力やもんね。努力力っていうかね。そう。結局、うん、なんか成功するまで諦めない努力し続けた人だけが成功するっていうことやから、うん、それって結構な根性いるからね、うん、
好きなことやけどね、それを、まあ、学ぶにはさ、ちょっと強制されてやっとくっていうのもな、筋トレは必要なようなんやろな。そうやな、うん、だって昔から学校も宿題もあるんやから、うん、必要なきゃもうなくなってるから、やっぱ必要なんやろ。だってもう必要なきゃみんなやめてるやん、うんうん、けどあるってことはやっぱり筋トレ大事なんや、多分な、うん、そんなんなかったらもう自由すぎてどうすんのっていう、うん、ある意味課されてる方が楽な面もあるよ。自分で好きにやれ言われたら大変よ、意外に、うん、そうよ、自分で決めてた、うん、そうそうそう、これだけここまでやるんやとかって、うんうん、もう自分との戦いやから、そうで、そうや、一人やもん自分でってなったら、そうそうそう、うん、学校の宿題っていいよね、もう先生といい、はい、ここまでやってきてっていう日産脚で、うん、コツコツができていけんねんから、そうね、うんうん、そうや、習い事ってそのためにあるよね。自分でさ、うん、はい、これ英語やっといてくださいって、やっぱり、うん、全員ほぼ全員の人が心折れると思うわ、途中で嫌になる、うん、教室があって先生があって、はい、先生がいてここまでやりましょうとかね、で、できてますかっていう見てくれる人がいてこそ、あ、やっていこうとか、ちょっと呼んでいこうとかね、なるもんね、絶対。からそう、まあそこがね、先生がコーチ力がある先生につけたらラッキーやし、うん、まあそうでなくてもさ、見てくれる見張り番がいるだけでさ、ずいぶんさ、こう目標っていうかあるんだから、うん、やるべきことがあるって幸せやで。もう自分で全部決めなさいっていう責任を課された時の大変さね、うん、自由にはさ責任が伴うから案外大変なのよ、それはそれで、うん、そこを自分でできるようになるまではある程度与えられたものをやる訓練、先生と一緒にっていうのは必要やね。そうね、うん、まあ、それが先生であってもいいし、あのお父さんお母さんであってもあったらベストよね、うん、ね、まあ、みんなでね、周りの大人、ね、がサポートしていければいいよね、うん、うん、まあいろいろ考えるわ、コロナ禍でね、教育のこともコツコツ定着、やっぱりな、習ったこと定着させていくっていうことが、うん、大事やね、うん、それは人生全般そうやと思う、うん、うん、なんか使ったところが強くなるし、継続してるものがより強くなるから、うん、ほったらかしたものはもうあかん、踊っていくからね、うん、まあね、その先には好きなことの分野で強くなっていったらいいけど、それにしてもね、基礎体力がいるで、基礎体力がいる、うん、ふにゃふにゃやったら何もできへんもん、うん、ふにゃふにゃやったら何もできへん、そう思う、うん、だから健康とかで例えばね、うん、健康じゃないと何もできへんや、うん、うん、っていう意味ではちょっと基礎的なとこは小中学校の勉強は基礎やね、うん、やっといた方がいいよね、小中はね、いや、うん、その時は意味分からへんかもしれへんけど、だってそうじゃないと詐欺に、ね、詐欺にあったりとかな、自分の判断力も大人になったからやばいことになるよ、うんうんうん、あ、お釣り間違ってるかどうかも分からへんとかね、そうで、えらいこっちゃね、100万から1万のことで10万とかってのはえらい取られるで、うん、だからそういう意味でも 逆したも怒られるしな、あんたら、あんたそんな計算もできへんのかって怒られるからな、うん、だから無駄じゃないね、まあ、たまに無駄、高校ぐらいになって因数分解ってなったら無駄なこともあるけど、小中学校の、ね、小中学校の勉強は基礎はな、大事やね、うん、だからまあそこそこやっといた方がいいよ、うん、習ったとこまではね。ということで、ともちゃんからね、はい、リアルな現実、ね、はい、お母さんたちもそこは気をつけてあげよう、うん、ちょっとやっぱりあの先の問題できなくても過去のやつがちょっとつまずいてるようやったら、過去のことがね定着してるか確認しましょう、うん、いいね、はい、またホワイトボード出ました、はい、繰り返しでしか身についてきません、うん、だからその子のためにもあの分からないところはほっとかないで、過去は戻ってあげよう、先は教えなくていい、過去はもう戻っとこう、うんうん、それが今肝心なことやね、うん、うん、一番大事や、これ習ったやろとか、こんなや習ったこと分かってへんのかっていうふうに怒られてね、そんなん言うたらあかんよ、そんなん言うたらあかんよ、うん、そんならお父さんお母さんあなた覚えてるんですか言われたら、お父さんとお母さんかってね、なんで忘れてん、すいませんっていうね、いっぱいあるから、みんな忘れるし、うん、みんなそんな努力も大変やん、みんな大変やからさ、そう、うん、一緒に頑張ろうっていうことでさ、うん、子供たちもね一緒にね頑張ったらいいんちゃう、コロナ禍ね、みんなで行くでっていう、うん、みんなそれぞれやろうっていうね、はい、お父さんお母さん仕事
あんたちょっと宿題みんな頑張ろうっていうね、うん、よくより良い未来のために、うん、ということで、はい、はい、宿題ね、第2弾でございました。はい、はい、なんかね、いろいろとお話してましたけれども、はい、みんなで頑張っていこう、それぞれね、うん、やってること皆さんあると思う。パパとママもね、お子さんもね、うん、頑張って楽しくコツコツ続けていこう。うん、はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね、チャンネル登録とかグッドボタンいただけると嬉しいです。はい、はい、それではまた、次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。 See you。